マーク・ V 特殊任務艇は、アメリカ海軍特殊船コマンドが保有する特殊作戦用のボートである。また、本来の任務以外にも輸送力や機動力を活かした紹介や、会場の治安維持及び交通監視も行う。マーク・ V 特殊任務艇の開発は、迅速に行われ、発注から18ヶ月後の1994年9月4日には、試作艇が完成した。 1999年には20艇が建造され、足込むに配備された。しかし、配備直後にフロントガラスが波によって破壊され、操打室が破壊されるという欠陥が発見された。これは、もともと軽量性を求めすぎた設計に原因があり、船体の選定の際に、ケブラー単動船、アルミニウム単動船、アルミニウム総動船の3案の内強度が、 最も低かったにもかかわらず、アルミニウム単導線を採用したためである。さらにアルミニウム単導線は、総動線と比較して、揺れが非常に大きく内部の居住性が非常に悪いため、早期の回収が求められた。そこで、2008年1月11日に、アメリカ海軍は、マーク V1 と呼ばれる新バージョンを発表した。愛称はマコで、新たに、 炭素繊維複合材料が用られ、懸案だった量派性も、衝撃吸収材を用いたり、座席の形状を変更したりすることで大きく改善された。また、メインマリーンマニュファクチャリング LLC とメイン大学のアドバンストエンジニアードウッドコンポジッツセンターにより、開発された素材は、炭素繊維、ケブラー、発泡コアからなり、 マーク、V の素材と比較して強度は1.5倍となり、軽量化にも成功した。これにより、本艇の海上特殊作戦能力は著しく、向上した。マーク、V 特殊任務艇は500回りの航続距離と、高機動力を有する。艇には、シールズ隊員が16名登場でき、コンバットラバーレーディングクラフトも装備しているために、優秀な敵前上陸能力を持つ。 また、スキャンイーグル無人偵察機も関西しており、高度な偵察能力も有している。中、提供遺作戦下の特殊部隊の対地支援能力も、強力で、M60 機関銃や M134 機関銃、M240 機関銃、M20 機関銃、マーク19自動的弾銃などの対地上兵器を360度全周に、渡り展開できる。対空兵装は、 フィム -92 や、携帯式防空ミサイルシステムなどの誘導兵器、以外に、マーク38などの機関砲がある。また、個人装備書きでの支援も、保管防衛に含まれている。船体は、全体が低く、コンパクトに設計されているためステルス性が高く、V 字型船体によりしのげなみ性に優れている。また、2機の無ツ性の手94エンジンは信頼性に、 優れ、その強力なウォータージェットは特に海岸や浅瀬において力を発揮する。通常、マーク、V 特殊任務艇は2艇で1体を編成し、行動する。マーク、V 特殊任務艇基地は、カリフォルニア州サンディエゴのノースアイランド海軍航空基地の北にあり、ここで運用、保守整備、訓練を行う。ここが、基地に選定された理由は、 音程が航空機による輸送を前提としているからであり、そのコンパクトな船体は C-5 輸送機到着から48時間以内に、同機内に収容でき、目的地到着後24時間以内に展開できる。また、専用の研修施設や倉庫、電気設備、交渉も有する。ありがとうございます。